共同出資スベーマ公開有限会社は、ウクライナの写真フィルム製造の企業である。旧社名、称号の、スベーマは、ロシア語、の、略で、観光材料を意味する。スベーマによる新旧の写真用フィルム製品。ホト32、ホト64、ホト65、ホト250、DS-4。1923年の、第12回ロシア共産党、大会。 1924年の第13回ロシア共産党大会及び1925年の第14回前連邦共産党大会でソビエト連邦にとって映画が必要であることが議論、確認され第15回前連邦共産党大会において党は工場の拠点にスームイシュー、ショーストカを選んだ。同地はロシア帝国の時代には 帝国軍のための火薬工場が立地した土地であり、19世紀以来、科学工業の地となった。1930年9月、建設中の工場が未完成の段階で、ビクトール・ホミチ・フラウトが工場長に任命され、1931年10月1日、当時ソビエト連邦に属するウクライナ社会主義、ソビエト共和国であった同地に創業した。1934年、 サイレント映画の終焉と陶器時代の到来の時期を迎え、録音可能な映画用フィルムの生産を開始すると、共に X 専用フィルムの生産も開始した。1938年にはカラーフィルムの生産を開始している。第二次世界大戦を迎え、工場はシベリアのクラスノヤルスクに疎開した。戦後の百四十七年、ミハイロ・イワノビッチ・ムーム・ジェフが工場長に、 任命される。1949年9月には輸出用の製品を供給し始める。1954年末には磁気テープの生産を開始する。1959年には戦前からのカラーフィルムではなく新型のカラーフィルムの開発を始める。これにあたってはナチスドイツの崩壊を受けてソビエト連邦が占領したアグファのボルフェン工場が解体され、 同工場が開発したアグファカラーの人的リソース及びノウハウを引き継ぐことになったことが背景にあった。1965年、現在のロシア文字による商標を制定する。1987年以前は写真用の135フィルムや120フィルム、映画用の両目の 16mm フィルム、同じく 8mm フィルムではスタンダード 8mm、フィルム、w ル8。 ダブルランスーパー8、カートリッ入リのスーパー8を生産し、16mm フィルムをキエフ写真機用に販売していた。カセットテープ、ビデオテープも製造販売していた。1991年のソビエト連邦崩壊後、独立したウクライナの国有企業になる。しかし、その後は、欧米あるいは日本のフィルムと競合するだけの力は発揮されなかった。 2000年には一旦生産をすべて停止した。2004年に倒産、構成手続きに入る。2006年には工場が閉鎖された。2007年11月、少数とか市制の主導による投資計画、スベーマ工業団地の開始を決定する。同計画のもとに、スベーマ9従業員のうちの熟練した技術者、及び倉庫と事務棟の土地の使用による、 製造の再開を提案された。同計画では、土地建物の購入、またはリースによる増設でインフラを再整備し、8億ドルを超える出資を求めて、投資家を誘致しようとしている。現在では、株式の91.6%をウクライナ国家が所有し、残りの8.24%を個人及び法人が所有している。2011年10月、 ショーストカ市内のショーストカ博物館で、同社の80周年を記念する、回顧展が行われた。日本のレトロエンタープライズは、同社の白黒リバーサルフィルムオークマイナス50の、カートリッジリスーパー8フィルムを輸入、販売及び自社現像を行っている。オランダのスーパー8を中心とした、現像上であるスーパー8リバーサルラボは、同社の生フィルムは、 使用期限切れしていても性能は良い,いとし、撮影済みのカラーリバーサルフィルムッツス -3、2D は変色が早いと述べている。以下は映画用フィルムも含めた写真フィルム製品の一覧である。ありがとうございます。